回は牡牛座についてお話ししていきたいと思います。古事記や万葉集の時代からスバルの名で知られる、プレアデス星団が属していることでも知られる牡牛座なんですが、星座が生まれた5000年近く前にはこの牡牛座の中に春分天があったとも言われているんですね。大神ゼウスがフェニキアの王の娘エウロペを誘拐した時に変身した牛の姿が星座の由来だとも言われたりしてるんですが、エウロペが海辺で草を摘んだりしている時に白く美しい牛が現れたそうなんです。そばでうずきまるその姿を目にしたエウロペは好奇心を刺激されて牛の背に乗ったんですね。すると牛は身を起こしてそのまま海の上を飛び、エウロペはクレタ島へ連れて行かれてしまったんですね。そこでゼウスは牛から真の姿へ、そしてゼウスはエウロペに愛を誓ったんですね。乗った牛がゼウスの変身した姿だと知らなかったエウロペなんですが、このエウロペという名前がヨーロッパの語源になったと言われてるんですね。それからプレアデス星団に関する神話もあるんですが、巨人アトラスとニンフの間に生まれたプレイアデスの7人の姉妹がいるんですが、プレイアデスたちが遊んでいたところ巨人のオリオンが現れて、驚いた7人は慌てて逃げたんですね。しかしプレイアデスたちの美しさに心を奪われてしまったオリオンが5年間も追い回してしまうんですね。今で言うとストーカーに当たっちゃいますよね。プレイアデスたちはアルテミスの助けを借りて鳩へ姿を変えてもらい逃げおおせたと言います。その後星座の中に入れられてプレアデス星団になったと。この星団の7つの星のうち1つが肉眼では見ることができないため迷子のプレアドなどと呼ばれているみたいなんですね。牡牛座生まれの方が堅実で温厚、調和を大切にすると言われたりするのもエウロペへ愛を誓うときに牡牛から真の姿を見せたゼウスの誠意から来てるのかもしれませんね。そしてご視聴いただき本当にありがとうございます。おすすめに上がってくるものが新しい動画とは限りませんので、チャンネル登録や高評価などもしていただけると動画作りの励みにもなり助かります。牡牛座はタウラスと呼ばれますが、英語読みではトーラスの方が近いのでトーラスエネルギーにつながっているんではないかとも言われています。トーラス理論というのがあるんですが、ドーナツ状の中央にある穴の上から入ってきたエネルギーは下に向かい円を描くように側面を周回し、中央に戻ってきたエネルギーは同じように下に流れ周回し中央に戻るを繰り返す。この反対に下から入ってきたエネルギーも上に向かいエネルギーの循環をしていくというもので、万物の持つエネルギーはトーラス状に循環するみたいなんですね。台風や竜巻もトーラス構造で、上から見れば渦を巻いてます。人間の DNA も二重らせんで渦を巻いていますよ。過去に神社を巡りながらも伝えてきましたが、牛と鬼と竜はつながっていくと。そして鬼と呼ばれた中には目に見えない精霊、人の力を超えたものもいると。エネルギーをうまく扱えたからこそ人を超えることができたのかもしれませんよね。そしてそこに
個人差があったとしたら、嫉妬心も生まれ、差別や迫害にもつながっている気がしませんか。仁という字があるんですが、深い愛情を持って思いやる気持ちのことを仁心と、人やその他の生物、大自然を敬い感謝して生きてきた人々がなぜ肩身の狭い思いをしてきたのでしょうか。